一番乗りで誰もいない時間っていうのが最高でしたね。これってあれかな、ゴムの木？あ、これなんだ。へえ、初めて見た。ナイトマーケットって書いてあるけど、今晩来てみるかな。スライドバナ、うん、ちょっと頑張ろう。アイオムレツ、うん、これこれ、おはよう、うん、こういうやつな、150バーツ、いいですよ。ビーチ来たぞ。よーし。ぬるいね。わー、綺麗。すんごい綺麗だよ。防水バッチリです。あー、これめっちゃ遠浅だな。魚がいそうなところ行ってみよう。ぬるいのね。ちょっとここ。ここね、なんか岩が結構あるんで、魚いるんじゃないかな。ちょっと覗いてみます。だね。カバンを抱えて泳ぐのは結構しんどいですね。よし。先生、水温が結構高くてね、朝入った滝壺の方が全然気持ちよかったです。これ海はもういいかなって。じゃあ歩ける範囲でちょっと回ってみますか。でいきなりこれすごい坂なんだけど、なんだろうね。おお、すごい。やっぱりこの島に来るとバイクレンタルしないとダメですね。ダメだこれ。ああ、これはやめとこう。じゃあこの商店寄ってから帰ろうか。よしよし、見つけちゃいました。 Thank you、oh, Thank you、 バイバーイ。はい、帰ってきました。うん、チーズバーガー。
昼寝したら夕方になっちゃいました。日本はそうでしょう。田舎のお祭りみたいな感じだね。あカフェが舞台か。なんかおしゃれだな。お客さん誰も来てない感じがしたんだけどこれから来んのかね。あカフェ春向きだな。あ、イエス。イエス、イエス、YouTube チャンネル。こんにちは。春巻きです。うん、春巻き。うん、カレー、どんどん出来ましたよ。フライドライスシュリンフライライチャリンバターです。エビチョーハないね。エアポートまで切符もらいました。前回これなく来たからね。こういう仕組みなんだ。